今の状況を招いたこと、県民の皆さんに改めて心からお詫び申し上げたいと思います。結論から言いますと、今回の市民決議を受けて、理事会の解散はせず、30日付で失職をする、そして、次期日付において、ベテラン選挙に臨ませていただくということを、言いましたので。理事会の解散というのは、私の中で、勇気の中で言いますと、最初からなかった。やはり今回の問題というのは、やっぱり私のこれまでの対応とか、そういったところがいろんな問題し、難しいということで、やっぱりこれは私やっぱり、自ら真を思うということが大事です。やはり出直しに行かせていただいた、そこが大きな。決断されたのはいいです。昨日の朝ですね、昨日ぶら下がりやらせていただいたときに、終わった後、高校生、私のところに送られて、手紙を渡していただいて、お叱りの手紙かなとして、人はちょっと、部屋に帰ってみたら、今でも、いるところと感情的なことなんですけど、やめないでほしいのをやってこられたことなのが、高校生にとっても、見てる時代が感じていて、立ち向かれている状況は、皆様、皆さん目の前にいるのをしてあるんですけど、市民の皆さんからのやっぱりこう批判とか、すごいものがあるけども、世間も厳しい目で見てるかもしれないけど、やっぱり私としては、彼たちが負けないことしないで、未来のために頑張ってほしいという意見がいただきまして、こういう状況でも、そういった起こって、私に対して、わざわざ届けてみましたので、そこはすごく、出てきたんですが、それが、やはりまだまだ、こんな時期でも、期待してくれる人がいるんだということを、